私どもの新しい聖書にご関心をお寄せくださったことを心から感謝いたします。準備の期間に7年間、そして翻訳期間に8年間、全部で15年間かけて、昨年の12月に、聖書協会共同訳を出版いたしました。早速ですけども、お二人には翻訳や編集作業の思い出をですね、語っていただきたいと思うんですけども。編集、翻訳っていうのはどういうふうにしてできたかということを簡単に、申し上げたいと思うんですけども、一番最初にですね、翻訳が始まったのが2010年ですけれども、そこから、まずチームができました。チームというのは、言語翻訳者ですね、言語翻訳者と日本語担当翻訳者が1人1対1で、2人で1チーム、そういうチームがいくつかできまして、そして、いろんな書物の部分をですね、担当していく。で、神様は人と人とを結び合わせて大きなお仕事をなさるっていうことを以前にある神父様から伺ったことがありますけれども、私はそれをこう実感しながらね、おりました。あったと思うでしょうか。石川先生、どうでしょはい、スコポスは、何度も創始人の方からも言われた通りですけれども、格調高い、礼拝で用いることのできる格調高い日本語でということですね。そういう目標に向かって、まず最初のですね、先ほどもチームということを申しましたけれども、この組織作りにもうすでに影響を与えていまして、礼拝で格調高い日本語って言いますと、やはり日本語が大事だろうということで、最初から、一番最初から、この翻訳作業の最初から日本語担当の翻訳者が関わったということなんです。ですから、これが今回の翻訳、新しい翻訳の、一番大きな特徴かなというふうに思っています。で、新共同訳の場合は、これは分かりやさ、内容がね、どんなに素晴らしいことであっても、やっぱりまどろっこしかったりぎくしゃくしていたりすると、スーッと心に入ってこないんですね。やっぱりスッと心に入る、聞いた途端にこう胸に入ってくる、それがとてもやはり礼拝で必要だ、礼拝にふさわしいというのはそういうことではないかと思います。